皆さんこんにちは、アコースピア奥沢とソナスクライブ井上です。今回のギターレッスンカフェは往年のフォーク大好きお父さん、大喜びという井上陽水さんの夢の中へを、ギターでアレンジしてみました。僕がメロディーを弾いて、そして井上くんが伴奏を作ってくれました。もう本当にね、フォークそのものの伴奏になってますので、誰でも弾き語りその他で、簡単に弾けるようになっていると思います。それでは、僕たちの、デモンストレーションの演奏、そしてその後チュートリアル動画がありますので、そちらをご覧になってください。どうぞ。演奏動画、そしてチュートリアル動画を見ていただきました。いかがでしたでしょうか。本当にね、誰でも簡単にできるし、まあ、でもストロークは結構難しいでしょ。そうですね。安定させるので結構難しい。そう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 。あのね、すごく大事なのはノリを作ろうとか、こう強迫とか弱迫とかそういったのをこう出そうっていうよりかは結構一定だね。だからなんだろう、ロボットの台という感じですね。でもそれでも絶対にこう演奏してる中でこう力の強いところと弱いところ出てくるから、自然とそれでうねるので、なんか変な言い方だけど、どちらかというと無表情に弾こうとすればそれほどいい感じのプレイになると思いますので、ぜひぜひ試してほしいと思います。そして井上くんもまだまだね、いろいろとこのフォークシリーズがよろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。いや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 、だってあなたの世代じゃないじゃん。どうなんかこういうの聞いて、いや懐かしいな。懐かしいも何もだって全然聞いてないでしょ。父親が聞いていたのを聞いていただいたんです。あ、そうだよね。あ、じゃあお父さん喜んでんね。はい、よかったよかった。親孝行になってよろしくお願いします。さあ、それではまた次回もやりたいと思いますけど、その前に、僕たちの方でギターレッスン、それからウクレレレッスンを開講中です。はい。井上君の方からも一つ。はい。僕の、ギターおよびウクレレ
プレイレッスンをですね、東京都の南荻窪のアコースティアカフェで行っております、はい。興味がある方、ぜひアクセスしてみてください、はい。フォークも教えておりますのでぜひぜひいらしてください、それでは次回のギターレッスンカフェでお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。